今日はKサイズの JP スターハッピーワンと2サイズほど大きいクレソンジャーニーを比べていきます。ビデオの最後に価格の違いや維持費、燃費なども比べていきますので、どのサイズのキャンピングカーが自分に合うのかぜひ比べて皆さんの参考になればと思います。それでは行ってみよう。収納庫です。生活用品やキャンピングギアなどたくさんのものがここに収納することができます。この大型の収納庫は3箇所からアクセスできるので、例えば奥にしまったものでも楽に取り出せるとのことです。給水のタンクです。楽にタンクの入れ替えができます。こちらはシンクの真下にあります。キャビンのドアから入れ替えをしています。荷物多いねと思った方、そう、このご夫婦は車で生活をしています。バンライフに興味ある方、インタビュー動画がありますので、そのリンク貼っておきます。ハッピーワンはキャビンの上とソファーの下に収納スペースがあります。あ、すごいいっぱい入る。ここはお皿と、ちょっとなんか鍋のもととか置いてある。でこの収納が上に7つあります。ハッピーワンには後ろ側に別の収納庫があります。汚れたものやゴミ、あとは焚き火の木などを入れています。クレソンジャーニー、これでもかーっていうくらい収納スペースいっぱいありますよね。常設のダブルベッドです。めっちゃいい。でもシャワーとかトイレあると掃除大変になりますよね。トイレなんて特にもうね、こういう感じです。サイズ的にはダブルベッドと大体同じサイズです。ハッピーワンの新モデルプラスはソファーが引き出し式になっていて、さらに簡単にベッド展開ができるようになっています。私たちの家族サイズではハッピーワンがぴったりかなと思います。親子3人で下のベッドで寝ています。こちらはエキストラのベッドができます。クレソンジャーニーは就寝6人、ハッピーワンは大人2人、そして子供2人が推奨です。このサイズのキャンピングカーはもちろん最高ですが、私たち家族にはKサイズのキャンピングカーでちょうどいいかなと思いました。このバンクベッドの小窓は小さくて可愛いです。すごい広い。もう余裕だよね。余裕ヨガできるね。ヨガできるから。ヨガはできるか。いや、すごい広いね。大人2人でも普通に余裕で寝れる。まあダブルサイズぐらいのこの広さ、ダブルサイズ、ダブルベッドと同じぐらいの広さです。広いです。この広さ。テーブルのサイズは同じくらいかなと感じました。余裕の広さです。で、まあ4つカップがついてます。これがすっごいね。心地いいんですよ。なんだろう、なんて説明したらいいんだろう。これ私好きな、硬さ、ちょうどいい硬さで、家にも欲しい。エアコンです。ハッピーワンの新型でも蛇口は正面になりました。どこのちょっと今日はお買い物したばっかりだからめっちゃ入ってます。隣の家の晩ご飯冷蔵庫チェック。ここにちっちゃい冷凍庫もあります。天気の悪い時はソーラーが充電できず 20% のバッテリーが消費されてしまうそうです。これは22リットルの冷蔵庫です。最近はクーラーボックスを利用していることが多いんですけども、遠出をするときには冷蔵庫を入れています。この愛用しているクーラーボックスは、概要欄にリンクを載せています。これがインバーターがこうしたらオンになって、電子レンジとかあと充電が使えます。コンセント。ハッピーワンのインバータースイッチです。外部充電する時もこちらのスイッチからしています。このハッピーワンのお気に入りのシャワーです。海に行った際など足を洗ったりできます。ハッピーワンでは標準で自動のオーニングがついてきます。私たちの車にはあえて電子レンジは載せていません。実は家でも使ってないんです。外でバーベキューすると野菜やお肉が本当に美味しいです。ハッピーワンのヒーター用の燃料はディーゼルです。クレソンジャーニーは見た目も機能も素晴らしいですよね。ただやはり大きいので駐車場も大きいところを選ばないといけないですし、普段乗りや1人や2人での利用では動かすのは大きいかなと思います。ハッピーワンは普段の車として利用されている方もいるくらいどこにでも止めれるし、動かすのが苦になりません。やはり気になるのは価格ですよね。価格は約2倍ぐらい差があります。皆さんの参考になればと思います。